告知と言います。よろしくお願いします。そしたらですね、一度ご起立をお願いします。まずですね、普段皆さん骨盤の方はすごく気にされていると思うんですけども、すごく歪んでるって感じ、私歪んでますって思っている方はどうございますかね。あ、皆さん全員そうですね、なかなか、ビシッと揃っている方というのはなかなか難しくて、日常生活の中でもすごくアンバランスが出てきているんですけども、一応それをチェックするために一度ちょっとやってみますので見ていてください。足をまず肩幅に広げてですね、手をだいたい45度ぐらいですかね、上げてもらいます。で、こういう感じで直線で、対角線上、X ラインを意識していただいて、このポーズ、じゃあ右手でですね、左足の指先ぐらいをだいたい持っていただいて、で、このままじゃあ3回やっていきますね。3、はい、1、2、3、はい、じゃあ今度は反対のこうやっていますね。左手で右足の指先ら辺を持ってください。じゃあ少し浮かしてください。あれが、大丈夫ですか？あ、そうですね。反対ですね。ね、はい。対角線上ですね。あ、なんか、なんかが違う。なんかが違う。皆さん綺麗にできてますね。これをですね、全部到達した